めて今日来てくれたみんなに感謝込めて今日は一日届けていきたいと思います。ちょっと立ち見で大変だと思うんですけど、最後まで楽しんでもらえたと思います。よろしくお願いします。二人の気持ちもあの頃とは違う、僕らずっと